日村さん、ありがとうございます。忙しいとすみません。日村さん。いつもこんな感じですか。いやいや、普通はこんな感じじゃない。陸上選手は陸上競技場に特化してほしいと。で、サッカー選手はサッカー、でラグビーはラグビーで、おそらく音楽も使うと思うので、エンターテインメントの方もこうしてほしいっていう全部の要望を入れて作ると、また同じようにですね、盛りだくさんの競技場になってしまう恐れがあるなと思うので、僕はやはり陸上なんで陸上の立場を話して競技場を作ってほしいと思うんですけど、最終的にはもしかすると陸上競技場自体を外してサッカー専用スタジアムにオリンピックの後にするっていうこともありえると思いますし、まあ音楽を使う仕組みを作って音楽でもエンターテインメントでも使える競技場にする可能性もあると思いますし、その辺りをまあ僕は陸上側の立場からいろんな方が多分これからお願いに上がって我々の施設を入れて我々のやりやすいような施設を入れてほしいってお願いすると思うんですけども、多分全部を入れるっていうのは難しいような気がするので、その時にまあ何かしら一つコンセプトを絞ってまあなんて言うんでしょうね、どっかにこう我慢してもらいながらやるっていうのはスポーツ界全体から考えると必要なんじゃないかな。